今月6日に行われたハンドボール決勝、女子はジュニアユースにも選ばれた2年生エース六川を擁し、大会4連覇中の社と6年ぶりの優勝を目指す長野南の対戦です。前半、長野南は五十嵐が守備の隙をついたロングシュートを決めます。さらに2年生の中澤、長野南が序盤からリードを奪います。一方、社はエースの六川、身長174センチの高さと速さを生かした攻撃で長野南を翻弄します。その後は両チームが点を奪い合い、一歩も引かない展開に。長野南のキーパー由井が好セーブを見せれば、社のキーパー松尾、しかし主導権を握ったのは長野南。終盤に4連続ポイントを奪い、5点差で前半を折り返します。5月の北信大会では長野南の5点リードを逆転した社が勝利。今回勝利の女神が微笑むのは、後半勢いに乗る長野南は着実に得点を重ねます。5連覇がかかる社もキャプテンの山本、さらに終盤には堀内や六川がゴールを決め、2点差に迫ります。しかし試合終了間際に1点を加えた長野南、4連覇中の社を倒し6年ぶり4度目の優勝、歓喜の涙となりました。ずっと負けてた相手だったので、ね、気持ちが多分ドッと出て優勝できたと思うと、本当にチームいいチームだなって思ったし、とてもすごく嬉しいです。点が入れられても今までは雰囲気が悪いくなっちゃうので、そこがいけないところだなと思って、でも今日はチーム全体でもう一本取ろうっていう気持ちが一つになって、一本決めれることができたのでよかったです。まずはインターハイに出場できることに感謝して、まずは一生勝てるように頑張っていきたいと思います。ここまでできるとは自分ではちょっと思ってなかったので、予想外だったけど、やっぱ手入れられてよかったです。インターハイでも得点王になることです。すごく悔しいです。自分たちに頑張れって言ってくれた先輩の方々、いや保護者の方々に応援してもらったんですけど、自分たちの力が及ばずに申し訳ないです。私たちが成せなかった県大会優勝を果たして、インターハイにぜひ立ってほしいと思います。男子は創部1年目で決勝進出の東海大諏訪と、女子とのアベック優勝を狙う長野南の対戦。この試合最初に流れをつかんだのは長野南。序盤から攻め立てます。東海大諏訪もチームの大黒柱吉田、さらには3年生三越芝、創部1年目でのインターハイ出場という偉業に向けて、長野南を相手に食らいつきます。前半終了間際には相手のペナルティースローにキーパー下村好セーブを見せ、長野南1点リードで後半へ。しかし運動量が落ちた相手に対し、長野南はスピードを生かした攻撃で得点を重ねます。膝の怪我を抱えながらもゴールを決めた宮下の活躍など、
後半だけで8点差をつけた長野南が快勝。男女揃ってのインターハイ出場は10年ぶりとなりました。怪我人が多い中でこうやってみんなで女子も優勝できたし、すごくいい思い出だと思います。ハーフタイムに速攻行こうと、みんな最後まで走っていこうという気持ちになってみんな走ると思います。春の全国大会では1回戦で負けてしまったので、まあ、1回戦は絶対に勝ちたいと思っています。勢いのある東海スワさんも、ね、怖かったんですけども、なんとか子どもたちも乗り切れたかなと思います。 OB や OG、その思いが、ね、伝わっていい結果が出たなと思います。今やれることをきちっとやっていきたいなと、そういうふうに思っています。